おじさん。この間お友達からマイクで収録した音がおかしいと指摘されたそうだけど、どうだったんですか？そうなんだよ。左チャンネルの音がピークでおかしいようだと指摘されました。調べてみると音のピークで右チャンネルは正常ですが、左チャンネルの音がピークでさちっているようです。おじさんは最初に収録した時にわからなかったのですか？マイクを作る時に、MEMSマイクセルをハンダ付けした時や組んだ時には正常に動作しているかはチェックしましたが、マイクの高音圧体力のレベルまではチェックしていなかったので、どうもどこかがおかしくて、左チャンネルマイクの高音圧体力レベルが低くなっているようです。それでおじさんはどうされるんですか？とりあえず、マイクセルや XLR バランス変換回路などの動作をチェックしていかなくては原因はわからないのですが、分解してしまうと動画用の MEMS のステレオマイクがなくなってしまうので、今回バックアップ用にマイクセルと XLR バランス変換回路をペアで急遽作成して、不具合のものと取り替えてチェックすることにする予定です。それで今日は1日ハンダゴテを握って電子工作をされていたんですね。結果はうまくいきましたか？なんとか工作の方はだいぶ慣れてきたせいで、ほとんど順調に組み上げられまくいったと思います。試しにこないだと同じ音楽をインテグラー7で演奏させて収録してみました。後ほど聞いてみてください。またパーツを探していたら、以前に音が良いと言って入手した新日本無線のミューズ02が出てきたので、前回交換して結果、友人からは粒だって良くなったよと言われて、ので今までのオペアンプはジャンクション FET 入力でしたが、ミューズ02はバイポーラトランジスタなので、どのように化けるかもそのうちチェックしてみたいと思っています。おじさん、それでは一緒に新しいマイクで聞いてみましょうね。